代表者としと決定しております。はじめに日本相撲協会賞の授与であります。表彰賞、殊勲賞、防衛堂桃太郎、右は平成26年5月場所において殊勲に当たる成績を残したので優勝選考委員会の議に基づいて当初のことを表彰する。平成26年5月25日公益財団法人日本相撲協会。賞状金庫が授与されました。敢闘賞勢い、大賞の敢闘賞勢い翔太、今平成26年5月場所において最も敢闘したので優勝力選考委員会の議に基づいて当初のごとく表彰する。平成26年5月25日公益財団法人日本相撲協会。当初勢いに当時花火賞状金庫が授与されました。同じく敢闘賞佐田の海、表彰状敢闘賞佐田の海隆、宮平成26年5月場所において最も敢闘したので優勝力士選考委員会の意に基づいて当初のごとく表彰する。平成26年5月25日公益財団法人日本相撲協会。敢闘賞佐田の海トロフィー並びに賞状金庫が旭山審判副部長から授与されました。続きまして東京新聞東京純実報賞の授与であります。主勲賞防衛堂賞状、主勲賞、護衛堂剛太郎殿、あなたは平成26年5月場所において日頃、錬磨の力量を十分に発揮し、上位力士と前線、多くの勝利を収め、当初の栄冠を獲得されました。よってここに記念の盾を贈り、これを称します。平成26年5月25日、東京新聞、東京中日スポーツ、どうもおめでとうございます。勲章防衛堂に盾並びに賞状金庫が授与されました。敢闘賞勢い、表情敢闘賞勢い翔太殿、あなたは平成26年5月場所においてよく奮闘果敢なる対戦を行い見事な成果を上げ当初の栄冠を獲得されました。よってここに記念の盾を贈りご了承します。平成26年5月25日東京新聞東京中日スポーツ、どうもおめでとうございます。敢闘賞の勢いに盾並びに賞状に勢いが授与されました。敢闘賞佐田の海、賞状敢闘賞佐田の海隆殿、あなたは平成26年5月場所においてよく奮闘果敢なる対戦を行い見事な成果を上げ当初の栄冠を獲得されました。よってここに記念の盾を贈りこれを称します。平成26年5月25日東京新聞東京中日スポーツ、どうもおめでとうございます。敢闘賞佐田の海に盾並びに賞状金庫が東京新聞東京中日スポーツ事業局長角隆氏から授与されました。